それではこういう前提を踏まえた上で、まずはその一番古い段階の、問題に入っていこうと思います。でこの一番古い段階を考えるときに大事な点は文字で書かれた文献資料が一切ないということです。で一切ないのに、どうして、イメージを作ることができるんだって疑問は当然出てきます。この問題は実は古墳時代までそう、原則として日本列島民族は無文字文化でした。日本列島民族自体が自分たちの、まあ、漢字でも何でもいいんですけど文字を使って自分たちの、その起源を語ろう、書こうとかね、そういうことやってないんですね。そうしますと、できることは、いろいろなものを組み合わせるということになる。一つは古事記、日本書紀ですね。この中に神話伝承として語られている部分がありますね。でこれは神話なんだから全部真実ではないという立場もありますが、しかしどこかの部分は真実あったことで、それを物語風にあるいは象徴的な表現に変えたりしてでも伝えてきたと。というわけでどこかに真実があるんですね。でどこかに真実があるというその部分に注目するという、そういうことです。それを見ておきたいと思います。まず雨の岩屋と神話というのがあります。でこの神話がこれまた昇降隆起文化と連続しているということはほぼ分かっております。でその上でこの雨の岩屋と神話では、これは日本書紀にも、同じものがほぼ同じものがあります。古事記の一節で、大事なところを見ておきますと、天照大神という女神がいて、この天照大神が奉仕している田んぼがあるんですね。神殿と言っていいと思います。奉仕している神殿がある。ところがそれを弟のスサノオノミコトが壊すんですね。妨害するわけです。それから田んぼには溝が必要ですから、その溝をもスサノオが埋めたりします。しかも、古事記によれば大乗という漢字を使ってますが、どう読んだか本当のことは分かりません。一応の読みでは大仁と読んでいます。確定ではありません。大仁をアマテラスが木こしめす建物ですね。どうやらアマテラス大神が建物にこもってるんですね。その建物にスサノオノミコトが外から、クソマリチらしきと書いてありますので、クソを、まあ、ぶっかけたりというのが出てきます。これ日本書紀も古事記も同じです。でそういうようなことをこうしているところがあって、ここで注目してもらいたいのはそのクソじゃなくて、アマテラスがこの大仁絵大乗という漢字表記で書かれている儀礼のどうやら主役だったということです。でその建物があって、その建物の中にアマテラスがこもってるんですね。でそこでおそらくですが稲の神を迎えてるんだと思います。それでこれと非常に、まあ、似ていて、より具体的なものが日本書紀のやはり神代というところの神話を伝えているところに登場してきます。それがカムアタカシツヒメっていうね、女神なんですね。でそのカムアタカシツヒメがやはり神聖な田んぼに奉仕しているんです。そうしてちょっと見ますと、その田の稲を持て雨の田む酒を神て新苗す、またこの新苗は読みが確定しております。大乗さんの乗という感じが使われています。要するにその神聖な田んぼの稲を、まあ、噛んで、もしかすると本当に口の中でくちゃくちゃと神酒ですね、噛んだかもしれません。巫女としてですね。そうして新苗乗の儀礼をやっている。ここはやはりアマテラスと同じですね。女神が主役でやっています。また
その神聖な田んぼの稲を持て、いいに貸し来て新苗です。神聖な田んぼの稲を用いてご飯に炊いて新苗、新苗の儀礼を行っているというふうに書いてあります。ということは、どうやらこの田んぼから取れる稲、稲はどういう形で祭りに用いられたかというと、一つは酒ですね。一つはそれをこう炊いてご飯にするということですね、ことがわかります。そうすると先ほどちょっと触れました酒壺、酒造りの道女、女の子っていうのがですね、こういうものをどうやら思わせる何か残りの形、残形ではないかと私は考えているわけです。また後で触れます。それでこういうようなものは実は常陸の国風土記という関東のことを書いた風土記にですね、やはり新嘗と思われる儀礼が記述されていまして、ただしそれはですね、漢字の表記が新しい泡の初めての大女祭の女、新しい泡の初めての女、要するに泡なんですね、稲米じゃないわけです。つまり水田稲作が日本列島に、西から入ってずっと北上してくるその前の段階の時には泡とか冷えとかそういうものが普通だったわけで、縄文の終わり近くにそういう農耕が焼き畑でね行われていたってこともほぼ分かっています。だからそういう時にもすでに一種の農耕儀礼が行われていたってことが分かりますね。それからもう一つ助けになる資料が万葉集にあります。万葉集の吾妻歌です。で、吾妻歌はさっきの常陸の国風土記と同じように関東圏ですね。で、関東圏の歌に、2首ありまして、一つは葛飾、東京に葛飾区っていうのがありますけど、葛飾和瀬を煮えすとも、その悲しき音に立て目やも、和瀬を煮え、これ一字一音で書かれてますが発音がわかります。煮えということに、用いてるんだ。その時は愛しい人を外に出さなきゃいけない、おそらく男は外に出さなきゃいけない、こもってるんですね。アマテラス、鎌田加湿姫の系統ですね。もう一つもっとはっきり分かります。タレソこの矢のとおそぶる、二歩並みに我が瀬をやりて祝うこの塔。これははっきりと二歩並みというのが一字一音で発音が分かります。発音が分かる古い資料は二例あるんですが、そのうちの一つがこの二歩並みです。後で触れる二比那へというのがあるんですけど、この2つから語源を考えていかないと新嘗は分かりません。で、これは誰だ、私が今こもっているこの家の塔をこう押したりするのは、今私は二比那みという大事な儀礼で閉じこもっている、我が瀬、瀬っていうのは女から見て愛しい男の恋人のことを言います。私のあなたを追い出して、入れちゃいけないんで、祭りをやっているこの音をトントントンって叩くのは誰だ。ここからこういう歌になってますね。もう神様の代わりを演じてやってきたあんたを入れてあげたいわというような歌ですね、これはね。だけど、この二歩並みということを行うときは男を家から出して女がこもって祭りを行うということが、関東圏の資料ですけど、ここから分かりますね。そうするとアマテラス、カムアタカシツ姫、このアズマ歌の女、これをまとめて女の新嘗って言っておきたいと思います。で、そうしますと、新嘗という言葉がですね、今我々が使っているのはどういうことかということになるんですけど、私たちは新しい、
杖で、杖っていうのはこう舐めるっていうのはこれ舐めるっていうねふうに思いますけども、実はこれはもともと中国側の資料に杖というのがありまして、でこの杖という祭りは実は杖という中国語が今でも現代中国語で普通に使われています。そういう意味で本当にこう中国でなんです。その中国での漢字にに新しいというに張りとかいう言葉も古くからありますので、にと杖をくっつけてにに新杖、新杖なんだけど杖はなめるだからになめってなったんですね。でこれはそれに対してさっき言いましたに東方の二船見っていうのが一番古い発音資料、それからもう一つ後で触れる二ひなへっていうのがありましてね、この二つだけがもう手がかりなんですけど、そこからいろいろな人がいろんな説を出していますが、その時に柳田国王がですね、民族学の立場から二府っていうのは大体こう稲のがこう稲がはらむ、稲が出産する、そういうイメージで稲の産屋っていう論文を書いたんですね。でこれが大変大きな影響を与えまして、この稲の産屋からどうやら二府並みっていうのは二府というのがこう稲が出産するっていうそういうのがあって、そこからいや波は何なんだってなりますけど、これはの意味、意味の後ろにこもりを入れると意味ごもりですね、二府のために意味ごもりをする、二府の意味ごもりの意味が縮まって波、二府波だ、こういう論が出てきまして、特に私は現在この方向の説を唱えています。稲がこう次の稲のを産むためには出産しなきゃいけないんですね。人間の、出産とダブらせてるわけです。だから稲の出産は人間の出産、人間の出産できるのは女だけですね。だから、二夫の意味ごもり、稲の出産誕生のための意味ごもりを、疑似的に、アシストというか助けるのが、現実の女であるというふうに考えたときに、その後にマレーシアの、稲作儀礼という本が研究がね戦前の、1941年に出まして、あの頃のマレーシア半島での、稲作儀礼の中心にそういったものがたくさんまとめられたんですね。それが、いくつもの事例があるんですけど、収穫儀礼をやった時にはその家の主婦が稲穂を刈り取ってきたものをですね、自分の部屋に入れて、でベッドがあってベッドの上にそれを置いて、で布があってそれでかぶせて、で自分が三尺って言ってますが、自分が出産する時と同じタブーを守って3日間こもると、そうやって、3日が経つとその間家のものを全部家から外に出してるんですね。それで、そういった3日間が終わると稲の子が誕生したってことになって、外に出されていて家族男たちも入ってきてみんなで会食をすると。食事をするんですね。そういうような事例が報告されて、だいたいこういうものが後の、大嘗祭の原型の部分に、まあ弥生式の段階でですね、日本列島にある形をとって根付いたのではないかというふうに私は考えているわけです。それでですね、もう少し話しますと、この後に来るのは古墳時代になりますね。でさっきも言いましたように、ちゃんとした新滑に関する資料はないんですね。ないんですが、この時代ではっきりしているのはね、かなりその大王
族長たちが姿を見せてくるんですね。一応あのみんな後世後で古事記日本書紀が作られた時に天皇っていう名称を与えられましたので、みんななんとか天皇となっておりますけど、まあ、族長ですね、族長たちが新嘗の時のこう資料は古事記や日本書紀に出てきます。ところがですね、ここではもっぱらその族長たちはその新嘗の後に行われる宴会ですね、宴会で酒を飲んで酔っ払ったというような描写が非常に多いというか、ほとんどそれです。でそれの最たるものとして、一つ紹介するのはですね、古事記の有略天皇のお時ということで描かれているものなんですが、まあ、有略天皇というのは21代で、一応あの400年代の終わり頃ということが歴史学的にも大体認められている存在です。その有略天皇の時の、新嘗の祭りが行われて、その時に、宴会が行われるんです。でこれはまあ豊の明かりって言ってるんですけど、宴会の場でですね、うねめが、三重県のうねめがですね、こう杯を有略天皇に差し出すと、その時に、葉っぱがこう入っちゃったりして、まあ、分かりやすく言えば粗相したということになっちゃって、で有略天皇は直ちにそのうねめの首に刀を抜いて当てて殺そうとする、めちゃくちゃな話なんです。そうすると三重のそのうねめは、歌を歌い、まあ、前も待ったと思うんですけど歌を歌うんですね。その歌が、記録されておりまして、千部とまたこれ大変長いんで省略しますと、この中で大変大事なのが二比那部屋、つまり新嘗のための建物っていう言葉が出てくるんですね。でこれがあの二比那部と一字一音でちゃんと発音がわかる、先ほどの東宇都の二船見とこれがセットで非常に貴重なもの。ただしこの二比那部屋っていう建物を建ててる、これもまた非常に重要で、ね、そうすると雨の言われた神話でアマテラスがこもった建物があったとか、そういったのともこう連動してきますね。東宇都で、女が今二船見のためにこもってるという、全部家の中にいますね。だから二船見のための建物っていうのが出てくると、そういうことになります。でそうしますとこの二比那部屋というところに、まあ、建物の中で、祭りを行っているというようなものがあって、しかしその外でのあるいは祭りの終了後に行われる宴席で、男の族長たちが、そのこういう、まあ、悪く言えば悪さですねをするというようなものとして、新嘗が描かれているということで、この古墳時代の、その本来の弥生時代からあったと思われる新嘗がどんなふうになってたか本当のことはもうわからないということになりますね。